locked in. You know that I'm winning, I'm top 10. You know that I came from the dog pen. You want it, you get it, you drop dead. The rebel who came from the bottom. My enemies know that I got it. I'm planting my seeds in gardens. Fire Channel, Mama desu. Baba Diao desu. Baba Shu. 今回はなんと貸切キャンプ場来ております。めったにしないキャンプ場紹介、こちらをしていこうと思ってます。お、珍しい。どうしたどうした、はい、珍しいやん。バイキアオがキャンプ場紹介ってなかなかせんよ。ここはね、ほんとちょっとね、自分でも行ってみたいと思ったキャンプ場で。珍しい、ママさんが。そう、だからちょっとね、紹介したいと思います。メジャー持ってきた。メジャーも持ってきてない。メジャー持ってきてない。じゃあ順番に見ていこうか。じゃあ紹介してもらおうかな。はい、行きましょう。はい、ちゃんと泡出るで。すごない？どう？じゃあ、お先。このキャンプ場、ビールサーバーも？これは持参です。持参のやつね。持参のやつです。じゃあいただきます。うん、あ、うまっ。なんかちょっとフルーティーな味する。じゃあそれ片手に紹介していきましょう、早く。はい、行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあごめん。はい、じゃあこっちがね、入り口になってんねんけど、ここがね、うん、ちょっとずっと山登ってきて、で、まあポツンとここキャンプ場があって、看板とかはないんですが、ないね、ない。わかります。うん、すぐ右の、右、あ、こっちから来たら左やけども、開けてるとこが急にあるから。そう、ほんまになんもないから。そう、多分迷わずにこれ一本道、まだ、うん、できて間もないキャンプ場やから、これからちょっと進化していくんかなっていう感じの。入り口、ちなみにあのここは京都府、京都府、京都市右京区になります。京都府、京都市右京区、右京区。結構山の中にポツンとある。山の中やったな。うん、あのすれ違いがもしかしたらちょっと怖い箇所が。あ、結構道がギリギリやから気をつけてください。はい、パパさんはビビりながら来ました。結構何回かすれ違ったから。そうこのタイミングでーってなったけど、まあゆっくり来たら大丈夫です。こんな感じで、はい、バーンと開けた。開けたとこで、ここが1日1組。そう、1組限定なんで、まあ4、5組ぐらい、4、5張りぐらいテントは張れると思う。そうですね、今回僕らが何組、1、2、3、4組、うん、4組でも総勢1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人、子供入れて11人。それでも全然余裕でいける。すごいな。まずね、入り口の横に建物あるんで、その中を。はい、じゃあこちら、あのね、有名なヒントさん。あ、ヒントさん。ヒントさん、もう来てはるキャンプ場。ここ中も使っていいんで、入っていきますね。はい、こちらね、自由に使っていい建物。めっちゃおしゃれちゃう。っていうことは、うん、雨の日もここでみんなで宴会できるみたいな。そう。しかも貸し切りで、周り民家全然ないし、うん、もう結構気にせんでいい感じ。夜遅まで飲むのもよし。昨今いろいろね、ややこしい時代ではありますから、うん、まあこういう貸し切りやったらね、そう気兼ねなく、ね、もうみんなで楽しんで。深酒もできるし、深い話もできるし。深酒はすな。これすごいわ。ここでなんかあれ、火とか使っても大丈夫？そう、ここはね、
このテーブルがこうやってガバッて開くから、ここにあのおじさんのバーベキューコンロ入れたり。うわやば、めっちゃ考えられてんな。そうだから結構いろいろできると思う。雨でも、雨でもいけるし、うん、晴れたらもちろん外で。そう、外でも。あ、いいな。もう外もすごい設備充実してるから、ほんまに。あ、椅子も置いてくれてんねや。そう、椅子もベンチもあるし。あ、いいっすね、うん、これはいい。ここはいいよ。はい、じゃあ次トイレ。最近建ったばかりのトイレやけど、ちゃんとこれ綺麗な水洗トイレ、うん、結構ほんま仮設のワンマーのとこってあったりするもんな、うん、キャンプ場によってほんまあんな感じでね、うん、だからトイレがちょっと綺麗じゃないと無理っていう人もまあいける。そう、ちゃんと水洗で綺麗に清掃されてるから。男性諸君ちゃんと座って使ってくださいね。座ってご利用ください、はい、ぜひ立って、周りに飛ばすのはやめてください。そうですよ、パパさん。パパさんも気づいたら漏らしてるから。パパさん漏らしがちやし、そこら辺に振りまきがちやから、ちゃんとここでしてください。了解です。はい、じゃあ早速サイトの方行きましょうか。行きましょう。暑いから。綺麗な景色が。はい、じゃあこちらがね。はいはいはい、あ、でもオートサイトじゃないですよね。オートサイトじゃない。車はちょっと横でちょっとだけこう運んでいく感じ。まあちょっとだけけどね、ほんまに、まあ、自由にこう立てれる。今回 1,2,3,4 張りやけど結構余裕持って張れる感じ。早速おしゃれなテント。ほんまやで。なんすかこれ。これフリースピリッツさん、パパさんが欲しがっとった。僕が欲しかったのはヨトプロ。ヨトプロね。これヨトプラス。かっこええな。えぐいな。似合うな、貸し切りキャンプ場に。あ、似合う、うん。すごい存在感。まあ地面は砂利で、テントは汚れ気にならへん。あ、確かに。砂利は、うんうん。いいと思う。水はけはめっちゃいいと思う。ね。これがサイトの一番端っこ。この壁が端っこ、はい、こっから、これが端っこからの塔。まだ奥ある。まだ消えた。潜水とかここにつけて潜る人は、はいはい、これはちょうど宴会幕。そう、荒れるぐらいでかいスペース。これはバックワンが2個、そうそう、2個並べでもいけると。広々。今日はグループキャンプやから、ここに宴会幕したけど、グループキャンプで、あ、有名 YouTuber の方来られてますね。ちょっと有名 YouTuber の方が来られてるんで。来られてます。あ、来られてますね、有名 YouTuber さん。バレました。見バレが。バレました。超有名。ハムキャンプさんです。ハムキャンプさんも来てるキャンプ場。知られてるわ。ハムキャンプでーす。ジャンボー。これパパさんよくやるよ。すごいすごい。ハモキャンプさん、はい、どうですか、ここのキャンプ場は。いや、いいですね。最高ですね。やっぱり有名 YouTuber だったら、こういうプライバシーが確保されてるキャンプ場はよく来るんですか。いや、あんまり来ないです。乗れよ。そこは真面目に。もう本当に一般的なね、キャンプ場が多いんで、こういうプライバシーの守られたキャンプ場はとてもいいですね。キャンプでもある。お前やな。なんで笑いこらえんねん。一組限定なの。一組限定。めっちゃいいや。そうなの。グループキャンプに持ってこいでしょ。違いない。違いない。
砂利もいいですね。砂利もそうそうそう、汚れが、あ、ね、気にならない、気にならないし、川も近くにあって、お魚もいて、ね、すごいよね、ちょっと降りて川行くと結構涼しくて、夏場でも全然大絶賛のキャンプ場ということです。ありがとうございました。お邪魔しました。じゃあなんとここはねサウナがあるんですよね。やばいな。すごいのよサウナ。もう本格的な。え、どうすればいい、これ跳ねる、跳ねる。これはさっきの壊れた網の網かぶさったところ。おすごいわ、ガチサウナっすね。ガチのサウナなんですよ。こっからね薪くべてここにジューってね、後で楽しみましょうか。じゃあサウナね、はい、後でちょっと涼しくなってから ね、やりましょ う、はい、その時の映像はこちらです。どうぞ。いや、まだや。それが、それなしでついてくれたらでかいな。でも川から出てきて、すごい音。川っぽいんよ。みんな怖い。動きるか。全然全然。起きた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 。ジャンボジャンボ。ちょっと待って、やり返したい。はい、なんと来ますか、これみんな五右衛門風呂。うわ、すごい。ここも五右衛門風呂、ここ水入れて薪くべたら入れるから、後で入ろう。やりましょう。やりましょう。やってる様子がこちらです。全部なくなるんじゃん。はいしょー。
れないの。うわ、これ気持ちええわ。これ下ってきたら全然気温ちゃうな。一気に涼しいんやけど。涼しい。すごいテント張りたいもん。バコの川。これはええわ。このあれやね、上が暑いから暑なったら降りてきて。降りてきただけで涼しいもんな。日中はここで涼んで、夜は上で過ごすみたいな。そう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 。で朝もここでコーヒー飲んで。素晴らしいですね。最高やな。貸切キャンプ場でこれ最高やな。まあ大体施設系はこういう感じかな。こんな感じ。全体像としては。なんかもうあとはちょっと楽しみましょうか。じゃあ楽しんで行きましょうか。行きましょうか。Get in your head, innocent. You know I'm not going nowhere. I say it again, if you want. You know I'm not going nowhere. And if you can't remember, I'll be there to tell you that I'll be patient, babe. キャンプ場でしたね。面白かった。エブルキャンにはめっちゃいいんちゃうかな。夜までワイワイしたい方、周りに気を使うのがしんどい方。うん、5針ぐらいできるから広々。おすすめです。はい、あんな感じでね。はい、川遊んだり、サウナしたり、ゴエモン風呂したり、ギタレーリー尽くせりの。ほんまに。キャンプ場でしたね。はい。ぜひ皆さん、京北キャンプ場行ってみてください。マイティオチャンネルママでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。また会う日まで。お疲れ様でした。お疲れ様です。ジャンボ。ジャンボ。ジャンボ。